そうですね、最後あと5分ぐらい、はい、何でも、何の話をしましょうかね。いろいろその梅田さんには聞きたいなと思ってたんだけど、なんか私が結構こう勝手なことを喋ってた感じがするんで、例えばね、ウェブ進化論、まあ30万部、40万部売れて、なんか生活で変わったこととかありますかね。生活はね、うん、僕ね、やっぱりね、うん、東京にいないから、うん、本当にはよく分かってないんですよ。そのどういうことが起きているのか、というのが、うん、で東京帰ってくるのが、うん、まあ、回数は2月以来結構そのもろもろのことがあって、毎月のように帰ってきてはいるんですけども、うん、やっぱり向こうに帰ると生活は昔と全然変わらないと、うん、で東京にいるとまあ昔から忙しいから、うん、そんなになんていうのかな、うん、変わらないと。ただね、やっぱりその、うん、もうシリコンバレーに住んでるって言っても、うん、ネットに住んでるっていう感じがあって、でシリコンバレーでその生活を、要するに東京にいるとリアルの こういうね、あとクライアントのミーティングとか友達に会ったりとかっていう時間がほとんどで、インターネットのアクセスするのってもうホテル帰ってちょっととか朝とかそのぐらいでしょ、ちょうどそれがね逆転するわけですよ、向こうはね。でやっぱり一番その本が出てからあれなのは、ネットの上での書き込みの量ですよ。これ1万ぐらいチェックしたのか、1万ぐらい読んだ、で毎日毎日、今でも40とか50とか、まあミクシーの中が結構多いんだけど、ミクシーの中あるいはブログで書かれているものっていうのを読んで、でまあそのポジティブなものをあるいは批判とかね、それをね1日1時間とか2時間とか読んでたりするのが生活としては一番変わりましたね。でそれ楽しいんですか、やっぱりこうやりたくてしょうがないの、これ自分、そうですね、梅田持ちようとかこうクリックしちゃうわけだ。そうそうそう、うん、だからテクノラティだとか、まあハテナのキーワードだとか、ね、生アンだとか、まあいろいろありますよね。ブログ検索ところでいいの全然なくて困ってて、誰か作ってほしいなと思ってるんだけど、こっちの方を見るんだ。まあそれで見るわけですよ、やっぱり気になるし、それからその、いやそれはね思ったのはね、そのもう書評っていうのをいろいろな雑誌とか新聞とかで書いていただいて、とてもいい書評もあるんだけど、そのネットのその1万の中のそれこそすごいなっていうトップ 1% って本当にすごい、すごいでしょ、本当にすごい。だからやっぱりその思わずそういうものを見に行くっていうのが習慣になりましたね。だからそれがなんか一番生活としては変わったこと、ある意味で言うと、その日本のね緩い評論家たちの書くその書評っていうんですか、それがあまりにもひどいっていうのがよくわかるっていう、まあそういうことあるよね。なるほど。